横島は長崎県北部の北松浦半島沖にある島。全島が同県平戸市に属する。なお同市内の卓島町には同名の横島がある。1981年に最後の住民が島外に転出し無人島となった。田平町横島面として独立した町名を持ち、郵便番号も付与されている。平戸瀬戸のすぐ北方。 タビラ町蒲田港の北沖合にあり、地袋等の釣り場としても知られている。江戸時代初期、平戸にオランダ商館が置かれていた時代に、本島は、同商館の所有となっていた。商館長の日記等の資料によれば、島内に公開用のロープ製作のための作業場や、牧場、墓地が設けられ、羊や、ヤギ等が飼育されるなど物資食料類の、 供給基地としての役割を果たしていたことが伝えられていた。関連する遺跡の調査はまとまった形では行われていなかったが、以前より、元住民の間では、オランダイドや、イジンボ等の言い伝えが残っていた。2005年に新設合併による、新しい平戸市が発足した後、元住民等からの聞き取り調査などを踏まえて2009年10月より、 平戸市教育委員会により、オランダ商館付属施設の発掘調査が開始され、五岩石垣等の関連移行が確認された。このほか何らかの建物が建てられていたものとみられる礎石等も発見されており、今後も作業バート等の移行確認を目的とした調査が予定されている。ありがとうございます。